2004年12月4日、浅井健二さん、当時74歳と、その妻、紀代さん、当時73歳の2人が、メールにて、温泉でゆっくりする。心配しないで、との連絡を最後に、行方がわからなくなった。夫婦の息子が、両親と連絡がつかないということで、警察に家出人捜索願いを提出。警察は捜査を開始し、夫婦宅の敷地内にある会計事務所2階の床に数箇所の血痕と毛髪があることを発見。鑑定した結果、それらは夫婦のものに間違いなかったが、失踪に第三者が関与した形跡もないことから事件性は低いと判断、捜査を中断した。音沙汰もないまま消えてしまった浅井夫妻であったが、その後も目撃情報等もなく、無情に時は過ぎていった。しかし失踪発覚から5年が経った2009年11月21日、阪南市新町のシャッター付き貸しガレージにて、借り手がつかずに空いていたガレージをある日調べたところ、中に車1台と水色のドラム缶2個が放置されているのを発見。管理者はすぐさま警察に不審な車とドラム缶2個があると通報。警察がドラム缶を開けたところ、中から成人の男女とみられる遺体を発見。腐敗が相当に激しく、亡くなってから数年経過しているのは間違いなかった。そしてその男女こそ5年前に失踪した浅井夫婦だった。不審な車も浅井夫婦のものだった。警察は事件とみなし捜査本部を設置。ガレージの最後の借り手だった人間が何らかの事情を知っている可能性が高いとして、最後の借り手だった建設作業員の鈴木克明を事情聴取。鈴木は以前浅井夫婦のリフォーム工事を手掛けていたことが判明。またガレージについては、夫婦の失踪発覚直後の12月7日、鈴木は駐車場を契約した後、シャッターの鍵を返却しないまま管理者との連絡を絶っていたことも分かった。鈴木が間違いなく犯人だ。少なくとも事件に関わっていることは間違いない。警察は鈴木を厳しく追及した。ガレージにあった車の中からは、ガレージの賃貸契約書、浅井さんの腕時計の保証書が発見されたほか、血痕も検出された。血痕は鑑定の結果浅井夫婦のものであり、鈴木は浅井さんの家にあった腕時計を質屋に入れていたのだった。また大阪府警は鈴木宅を家宅捜索し、ガレージのシャッターの鍵、浅井さんの腕時計を質入れした際の預かり証、夫婦のクレジットカードを押収。鈴木は窃盗については認めたものの、夫婦の命を奪ったことについては断固否認した。車の血痕などについて鈴木を再度追及すると、ある人物に頼まれ、夫婦の遺体をガレージに車で運び、自分で買ったドラム缶に移したと遺棄については認める供述をした。ある人物に関しては連絡先は知らないなど曖昧な供述をし続け、そもそもそんな人間がいるのかどうかも確認できなかった。第三者が関わっている可能性も出てきたが、腕時計を質屋で換金した50万円を鈴木が一人で使い込んでいたことより、その可能性は限りなく低いと推測。そして警察は鈴木を追い詰めるため、凶器などの物的証拠こそ得られなかったが、1年余りの捜査で状況証拠を積み重ね、命を奪った容疑での逮捕に踏み切った。ことの発端は2004年12月3日、当時数百万円の借金を抱えていた鈴木は、浅井夫婦の自宅にある会計事務所内にて浅井夫婦の命を奪った。鈴木が浅井夫婦をターゲットにしていたのは、浅井夫婦と面識があったからである。戦術したが、鈴木は事件が起こる1年前に建設会社で働いていた時に浅井夫婦宅の新築工事を担当していた。
浅井夫婦は元カーペット製造販売会社の社長であり裕福であった。当時から鈴木は金に困っており、集金した工事代金を会社に振り込まなかったり、浅井さん宅から妻の清さんの高級腕時計や多額の現金がなくなることが頻発したため、建設会社の社長が鈴木を問い詰めたことがあった。その際鈴木は完全否定したが、こういったトラブルを理由に鈴木は2004年6月に会社を解雇されていた。鈴木は窃盗癖があったのか、これ以外にも堺市の勤務先の建築会社の寮で同僚男性の部屋に侵入し、腕時計やアクセサリーを盗んでいたことが発覚している。そして金に困りに困った鈴木は事件を起こしたのだった。浅井夫婦宅から盗んだ腕時計を質屋で換金した金でホームセンターにてドラム缶を2個購入。その際の足は浅井夫婦から奪った車である。この間に奪った浅井さんの携帯電話から温泉でゆっくりする、心配しないでといった内容のメールを親族に送信している。そして阪南市新町のシャッター付き貸しガレージを借りる契約を結び、賃料1ヶ月分と保証金合わせて6万2000円を支払った。鈴木はここに車を駐車して2人の遺体をドラム缶に入れてガレージ内に放置した。この貸しガレージは浅井夫婦宅から直線距離で約20キロの場所だった。そして鈴木は行方をくらまし、命を奪ってから5年後、ガレージの管理人により発見され、事件が発覚したのであった。裁判が始まり、検察側は事件前年の2003年、鈴木被告は夫婦宅に新築工事で出入りしていた、遺体が発見されたガレージを借りていた、事件直後奪われた浅井さんの腕時計を質入れしたといった状況証拠から、鈴木被告が犯人であることは明らかで、残虐冷酷な犯行だ。鈴木被告は反省しておらず、矯正は不可能とし死刑を求刑。弁護側は鈴木被告は命を奪っていない、検察側は状況証拠だけで鈴木被告を犯人視しているが直接的な証拠はなく憶測に過ぎないとして、検察側の死刑求刑に反論し無罪を主張。また取り調べ時に警察官が鈴木被告を怒鳴りつけるなど違法な捜査が行われていたとして控訴棄却を求めた。そして下された判決は死刑であった。裁判長は検察の挙げた状況証拠から鈴木被告が犯人でないとすれば合理的な説明がつかないと述べた。また鈴木が取り調べ時に言っていたある人物に関しては存在自体が確認できず、鈴木が架空の人物を作り上げているとしか考えられないと一刀両断。2人の命を奪った非人間的で冷酷な犯行だ。鈴木被告には反省介護の気持ちが全くなく、改善矯正の可能性はないとも述べた。最高裁まで争ったが判決は覆ることはなく、2017年12月8日鈴木克明の死刑が確定することとなった。死刑囚となった鈴木克明は1967年5月13日生まれ、1984年に高校を中退後、2005年8月までの間に大阪府内の電気会社や建設会社など計4社で入隊者を繰り返していた。鈴木自身もまさか自分がこんな惨めな最後を送るとは思ってはいなかっただろう。現在は大阪拘置所に収監され、死刑の執行を待つ身である。鈴木は浅井夫婦の自宅から窃盗をしたなどのトラブルで会社を解雇されているが、それまでの建設会社の社長は鈴木についてギャンブルや他の従業員とのトラブル、無断欠勤などはなく真面目な印象だったと語っている。最後まで鈴木は容疑を否認し動機を語ることはなかったが、
浅井夫婦宅でのトラブルが原因で会社を解雇されたことを逆恨みしていたのかもしれない。遺体の様子からは強固な意志を持って命を奪われていたことは明らかであった。会社を解雇されたことも多額の借金を抱えたことも全部自分のせいであるが、切羽詰まって命を奪うというあまりに短絡的な選択をしてしまったのか。鈴木の行動は最初から最後まであまりに合理性がない。本当に命を奪ってまでやらなければならないことだったのかすらわからない。しかしやったことは重大である。今さら悔やんでもどうにもならないので、刑が執行されるその日まで怯えて過ごしてほしい。どこまでもバカな男である。